失点してからのピッチングどう見ますか？前の回は3人で抑えてましたんでちょっと安心はしましたけどね。はい、まだ立ち直っていっているとは判断できないようです。低いところへ決めてきました。ボールカウント2ストライク。さあバッターはどうする。しかしこの球はボール、ボールにしてきました。さあ4球目、鋭い当たり、ショートです。取って一塁送球、これは一塁アウトです。的場ショートゴロに終わっています。打順がトップに戻ってきます。大村左のボックスに入っています。さあ3回目のバッターボックス。さあ初球は手を出しません。ワンナッシングです。点差変わらず2点差、ホークスがリードしています。このボールはどうか。あっと高め、2つのストライクが来ました。さあ次のサインはこれは外れています。手を出しませんね。はい、バットは出ませんでした。次が4球目、この変化球は外れています。2ストライク2ボール。次が5球目、見送った、カウント2スリー。さあフルカウント第6球、これはどうだ、フォアボールです。今日最初のフォアボールとなります。そして次の2番川崎ボックスです。バッター川崎、最初の1球は何か。初球ストレートできました。カウント1ストライクノーボールです。今日は5回途中までを投げて打たれたヒットが5本、失点は2となっています。あっと痛烈な、破った、綺麗に破りました。ファーストランナー二塁を回った、ヒットになる。川崎初めてのヒットが出ました。さあつなぎました。タム、ランナー返せば追加点というこのバッターボックスです。なおもワンアウトです。どこに入れてくるか。その初球は変化球でした。さあワンボール。ヒットのランナーを許しています。第2球はどういく。これはまっすぐ、ボール2球続きました。これが今日3回目の打席。次が3球目、まっすぐできました。ワンエンド2です。さあバッター田村、さあバッターちょっと有利か。変化球が上げてしまった、左に上がった、この当たりはファウルボール。さあ5球目、スイングアウト。ボールに勢いがありますからね。はい、バットに当たりませんでした。アウトが1つ増えて次のバッターです。松中ボックスに入ります。さあバッター松中、いきなり牽制、出したフォアボールの数は1となっています。何を投げてくるか。その初球は低いボール、まあ、きっちり振ってんですけどね。はい、大きな空振りでした。この5回途中までを投げて許したヒットが6本、この回1本打たれた。しかしこれはボールになります。ワンエンドワンです。早くも奪った三振の数が7となっています。あっと今度は外。これは思わぬコースですね。はい、確かにバッターも驚いていたようですが。さあ4球目。この低いボールは外れます。さあカウント2-2。
次が5球目。高め打ちました。打球は右に上がった。この打球はファウルになります。2連2カウントはそのまま。打ちましたが右方向、セカンドゴロです。取って一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さて試合は2点差のまま6回に入っています。ヤフードームは6回の表カープの攻撃、そしてこの回の先頭クラ打席に入っています。今日の5回までのピッチング、許したヒットが2本、与えた得点はありません。初球は最初のボール外れました。カウントノーワン。この試合フォアボールの数が1となっています。さあ2球目は、審判の判定はボール。さあカウントはノーツー。6回の表カープの攻撃。さあ第3球、ストレートワンツー、ボールカウントワンエンドツー。ここまでのカープヒットは2本、まだ得点がありません。ホークスがリードしています。さあバッター有利か。外に決まりました。ツーストライクツーボール。さあ何を見せるか。まっすぐ落ちました。ショートへの打球、取った。一塁送球、一塁、これは余裕があります。アウトです。クラショートゴロに終わりました。打順が移ります。東でノックスに入っています。この試合の奪三振の数が4となっています。さあ1球目、最初は内から入りました。ワンラスイングです。ここも抑えて2アウトにしたい。さあ2球目、高めの球は打ち上げました。予測できませんでしたね。はい、ここはバッテリーの思い通りとなりました。次のボール注目しましょう。低めを打って打球は右へ。取りました。これは一塁アウトです。東出ファーストゴロに終わっています。打順が変わります。豊が打席に入りました。6回の表2アウトになりました。第1球です。まずはまっすぐから入りました。しかし今日はストレートがいいように思いますが、早くも2アウトにしています。2球目はどう攻める。外へ、カウント1エンド1。4回の前の打席、見逃しの三振に倒れています。3投目、低め打ちました。左へ。この当たりはファウルボール。さあ第4球、取って一塁へ送ります。一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。4回目の三者凡退に倒れています。2番手のピッチャーを出してきます。横山、2点をリードされての登板となります。ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。ストレートのキレとスピードがよみがえり、変化球の効き目倍増。勝利の案内人、横山隆二。6回の裏ホークスの攻撃、今回は5番から始まります。国母打席に入ります。6回の裏ホークスの攻撃、最初の球は最初から際どいコースを狙ってきました。ワンストライク。この前の打席なんですが、空振りの三振に終わっています。さあ次はどこへ行くか。
高めのインコース、ワンエンドワン。ここまでのホークス、ヒットが6本、そして2点を入れています。ホークスがリードしています。今度はまっすぐできました。さあバッター追い込まれています。次が4球目。今度は変化球、ボールカウント2エンド2。さあ5球目。さあこの当たりは取ったショートバウンド、一塁に送ります。一塁、これは悠々アウトです。小久保ショートゴロに倒れました。次は DH ブキャナン、右の打席です。この回はワンアウトになっています。最初の1球、まずは見送りました。さあワンボール。ブキャナン今日は1回塁に出ています。次のボールは低いボール、ワンエンドワンです。ワンアウトランナーはありません。3球目はどうする。慎重にコーナーをついてきます。2ストライク1ボール。次の4球目、ボールのようです。平行カウント2エンド2。次が5球目、カーブを投げてきました。結構外が多いですよね。はい、今日はアウトコースへの投球が目立ちます。 2-3 からの6球目、フォアボール、フォアボールのランナーを出しました。下位打線に回ります。アダム右のボックスに入りました。さあ3回目のバッターボックス、何を投げてくるか。初球高めに来ました。ボールカウントノーワン。フォアボールのランナーを許しています。バッターの7番アダム、2球目はどうか。ストレート、これはセカンドになります。二塁へ送ります。そして一塁転送、一塁もアウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。さあ今のプレーご覧いただきましょう。ゲームは中盤6回を終了、ホークス最後はダブルプレーに終わりました。カープの攻撃、この回はクリーンナップから始まっていきます。島7回表ノーアウトです。ホークスリードになってますけど、やっぱり先発が文句のつけようのないピッチングしてるからですよ。ですからゼロでいってもらいたいですよね。はい、このままいくと完封勝利となるんですが、ファウルボール。今日3回目のバッターボックスです。2球目、低めいっぱい、速いボールで追い込みました。さあ追い込んだ、打ってこれはファウルグラウンド、これもファウル。次が4球目、この球は主審はボールと言いました。バッター我慢しましたね。はい、手を出しませんでした。さあ何を見せるか。変化球外を狙いましたが入りません。2エンド2になっています。この6球目、
原本、さあフルカウント、この勝負の行方は、フォアボール、トップバッターにフォアボールを与えました。そしてバッターは4番新井ノックスです。今日打たれたヒットの数は2となっています。さあ最初はストレートから来ました。勢いのあるボールを投げ込みます。フォアボールでランナーを出しています。次は第2球、これはスローカー、ワンエンドワンになりました。今日奪った三振の数は4となっています。コーナー、これは入っています。このストレートには力があります。さあ4球目、ストレート外いっぱい、バットには当たりませんでした。倒れて次のバッターです。前田智則、バッターボックスです。今日出したフォアボールの数が2となっています。初球はどうか、最初は低めに持ってきました。さあワンボール、7回の表ワンアウトになっています。決めてきました、148キロです。これが今日3回目の打席、3投目、今度もまっすぐできました。ボールカウント2エンド1、さあ4球目、鋭い当たり、これはゲッツーコースになる、取った、強烈な打球でしたがファーストゴロです。1塁はアウトです。これで2アウト、ランナー2塁になっています。2アウトで次のバッターを迎えます。栗原、ランナーを返していけるでしょうか。7回の表2アウトまで来ました。さあ最初の1球、まずは簡単にストライクが来ました。カウント1ストライクノーボールです。栗原、今日は一度の出塁、フォアボールがありました。バッター見送りました。2ストライクノーボール。一気に来るか、スリーアウトチェンジ、無失点に切り抜けました。際どいコース決まりました。さあホークス、この後8番から始まります。7回の裏、ホークスの攻撃対します。この回の先頭本田、チャンスの芽を出して画面視点を導いていけるんでしょうか。依然として2点差、ホークスがリードしています。どこから行くか、最初から落としてきました。ノーワン、今日のゲーム田尾さん、宮本さんの解説でお伝えしています。さあ第2球、低め落ちました、右への打球です。今のはファウルになります。今日3回目のバッターボックスです。3球目はどうぞ。またストレートできました。ワインエンド2になっています。今日は1回を投げて許したヒットはありません。失点なしの成績です。さあバッターちょっと有利か。これはそれました。ワンスリーです。バッターは8番本田、次が5球目、外れてフォアボール、いきなりフォアボールでランナーを出しました。そして次の9番的場、右のバッターボックスです。この前の当たりは芯で捉えたんですがショートゴロに終わっています。まずは牽制、いきなりランナーを背負っています。何を投げてくるか、初球ストライク、ワンナッシングです。さあバッター的場、さあ2球目、送ってきました、取った、ファーストへ送ります。きっちりと送りました。これでワンアウトです。
回で打席が回ってきました。大村、そのバッターボックスです。さあバッター大村、まず初球、最初はストライク、ワンストライク。ワンアウトになっています。第2球、これはどうだ、破っていくか、点差を広げます。タイムリー出ましたね。落ちた落ちた、ワンバウンド、ボールが返ってくる。タイムリーツーベースヒット。3対0、追加点が入ります。この差は3点になりました。さあリプレイでご覧いただきましょう。バッターは2番川崎ボックスです。この回すでに1点を与えています。第1球です。外めのボールから来ました。バッテリー外してきます。5回の3打席目、ライトへのシングルヒットを放っています。外、外れてボール、これも外めに行きました。これが4回目の打席、3投目、まっすぐが決まりました。バッテリー今度は入れてきました。このゲームはここまで3打数1安打、先制、タッチしたがこれは2塁はセーフです。